ここはね、マキシ公設市場で、あのね、豚の顔とかがいっぱい売ってるわけですけど、まあ、そこの門番ですね。門番シーサーだ、シーサー片方が出る。おい、シーサー、おい引っ込めた。あんま目を合わせない方がいいよ、うん、猫は目を合わせると嫌がるから。ここはマキシ。マキシ公設市場。2階にて。まあ飯とか飲みができるところだね。新鮮な食材が揃って。ね、1階で、そうだよね、2階は食堂になっています。これラフティ、ラフティ、なんだっけ、グルカン、グル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 くん、グルくんっていう魚、うん、あとは刺身定食、骨まで食べれるっていう ね、猫の後ね。そうそうそう、もともと猫の店行く予定だったの。そう、もともとさっきなでなでした猫のがそのお店から出てきて、そのお店に行こうとしたら水曜日が定休日ってことで店が閉まってた。でそのまま猫の後をついてったら、なんかここのターゲットに入ってマキシ公設市場にたどり着いて、で行きたかったとこだったので、うん、まあでもまた来ようよ、ね、沖縄、うん、いいですよ沖縄、分かったし、ね、もう分かった、沖縄の宿もいいとこ分かったし、だいたいまずこうしてやるとお得だっていう感じだ。なんか分かったね。うまいとこ分かったよね。そう、飯も外れなかったよね。やっぱちょっと国際通りをちょっと外れた方が安くてうまいのがある。うん、そうそうそう。先だそこも美味しかったしね。うまかったよね、うん、最初のところね。沖縄そばの店。あそこは良かったわ。うん、ここまで良かった。ということで。今年40になる独身男の初沖縄旅行2泊3日の旅、はい、これにて、これにて、とりあえず俺らはもうここからは打ち上げみたいなもんなんで、そんな感じで、まあ、あと帰るだけなんで、自由気ままにやってます、はい、昼間から飲んでますけど、はい、すいません、また4人、はい、じゃあまた会う日まで、またまたなんでそれは